はいどうもダークネスローズです。<laughs> えっと、今日何日だっ,っけそうやね、2月14日、えっ、ー、と、バレンタインやね、今日ね。<laughs> バレンタインの話でさ、俺さ、今日言うて企画というか、まあコラボ企画でうちのグループで、まあ、えっ、ー、と、しずきは別でやってたんやけど、自分の枠をやってたんやけど、まあ、エイペックスかなんかやったんかな、あいつ。 でまあ、俺のところではゆきかちゃんが来て、まあ、あと何人か、まあ、ミクとかあとまあナユタンとかいろいろ俺の絡みがある人が来てくれたりとか、まあ、してたんやけど、あのーまあ、時間帯的に何時やっけあれ11時ぐらいやったかな多分だったこともあってちょうどほら、あのー、福島の方で地震があってであと震度 6とか7とかやったのかなそっちの方は。で、まあ関東の方でも5、6ぐらい、ちょっと強めの地震があって、まあ大騒ぎやったんやけど、ちょうど、その枠をやってる時に、ゆいかちゃんが <laughs> あのコラボに上がってて、んで、その時に地震が来たわけよ。しかもそのでかい地震が来てて、で、結構大騒ぎだって。んで、まあ、いろいろね、その、その後ぐらいに、まあいろいろ騒ぎがあって、 まあその、まあ、バレンタインの話なんてできなかったんやけどまあ枠聞いてくれた人はわかるかなと思うけど、うん、話ができなかったっていうより基本的にさそのバレンタインの話ってまあまだ今 <laughs> ごめんねバレンタインが、まあ、今日今2時やからこれ撮ってる時は2時ぐらいの夜中の。 だから今バレンタインになったとこやからさまあもうもらってるもらってない人いると思うけど、まあ、こう日にちねそのこれをどのタイミングでこの動画を見るかによってもうバレンタイン終わってる時に見るかもしれないから、まあ、終わってたら一日何,も何一つもらえなかった人もいるかもしれないしいっぱいもらった人もいるかもしれないしその職場とか学校とかでギリギリたくさんもらった人もいるかもしれないし。 その親とか親戚とかにもらった人もいるかもしれないけどで逆になんかめっちゃモテてなんかトラックとかでもらった人もいるかもしれんけどその何にしてもねあのそういう話題にならないよね。ま,あ、まだだってそのリアルタイムの時で言ったらその時まだ日付変わったか変わってないかぐらいやったからそのバレンタインになったばっかりやからそんな,そんな、ね、日付変わってすぐにさその。 クリスマスマイーブとかじゃないからさその日付変わった時点でそのカップルで祝おうよみたいな感じではないやんかバレンタインってそういうことじゃないやんやからまだまだっていう感じやったし時間的にもねしかもしかもそんな地震で大騒ぎになってるからっていうんで、まあ、この流れでね地震の流れで何個かちょっと話題っていうかテーマがあって、まあ、不謹慎ネタってよく流行るやんか あの地震だけじゃなくてまあ普通にそれ以外の火災とかまあそういうまあ火災は自然災害と言いきれんけどその地震以外の災害もね大雨とか大雪とかなんかそういうのも台風とかも含めてうんこういうので大丈夫そうって言いながらその自分の顔を上げまあそんなんはね便乗は別にええと思うねんけどそ一つの手段でしかないし。けどその ネガティブな内容を煽りとして使ったりとかっていうのがどうなのかみたいな話があったりするんやけどうんどうやろうねあのまあね正直当事者当事者じゃないやつがやるってなったらそれはそれでお前実際当事者だったらどうなってんねんって いう話にななっっててくるるからその地震がなってる例えば俺なんかは関西やから全然その地震揺れてないし今回だからそういう当事者じゃないやつが言ったらもう本当にただのネタになってしまうからそいつただの不謹慎ネタになるんやけどこれがさ当事者がやってるケースが多いねんなだから言ったら揺れた後にそういうの大丈夫そうって言いながらその写真自分の写真上げたりとかあとちょっと。 あの地震しか勝たんって言ったりとかちょっとなんかその不謹慎なネタをぶち込むっていうのって大体当事者がやってることが多いと思うねんな。なぜなら当事者の方がが情報が早いから基本的にあの当じゃないやつって事の,の大きさがわからないから SNS とか Twitter、まあ、とかで騒ぎになってるのを見てわあ結構でかい自信やったんやなって俺もそうやけど。 そういうい感じの情報だからそのあおろうっていうかまあそれがネタになるのは分かると思うけどそういうまあ多分ね YouTube なんかもその地震のネタが多分明日今日明日ぐらい多分多いと思うよバレンタインのネタか地震のネタがどっちかやと思うよな24日に上がる動画って。やけどやっぱり当事者の方が意識が強いからそ,そんだけ揺れたっていうのもあああの地震でかかったなって。 あのしずきとかも言ってたけど「でかかったあの地震」っていうイメージがやっぱ強いし肌で感じてるからその分その大きかったっていうのをその何ネタ,ネタじゃないけどそういう風うにそ同じように思ってる人がいっぱいいるだちょっとごめん語彙が足りないからあれなんやけどうんそんな風によりネタにしやすくなるっていうか強いネタだと感じやすいっていうか。 かなと思うからな,なんとなく俺のイメージ的にああいう、まあ、不謹慎ネタとかぶち込むやつって当事者が多いと思うよな多少なりとも地震の影響を受けた人間が多いと思うよ。後乗りで知っただけの人間がああいうのをやるのってまあ翌日とか翌々日とかその先にやることはあるかもしれんけどその当日そのリアルタイムにそれやるやつって多分おおむねそうだと思うよ。 でもねでこの中であの誰かがえー、とな雪村だったかな雪村くんが確かにツイートでこれ多分ツイッター見てる人はなんかちょいとなんか騒ぎになってたような気もしなくはないけどあの俺あの自然災害大好きマンだからみたいなこと書いてたんだけどあの気持ちめっちゃわかる <laughs> あれに関しては俺もめっちゃわかる実際子どもの時めっちゃ大好きやった。うん あの台風とかまあ台風はよくよくありがちやんかあの学校が休みになるとか仕事を出勤できなくなるとかそんなんがあったりするから大好きマンだったって俺も大好きやったよ学生の頃それで休めるっても学校行かんで最悪最高やんみたいな家でゲームしとけばええやんみたいな感じやったよでもなんやろうなその雨とかやったら何やったら、まあ、家が流されたりとかその浸水とかしない限りは。 あとなんか土砂崩れとか山とかに住んでる人とかあとまあ海にす海が近いところに住んでる人とかじゃない限りは現実味がないからただ室内におったらあんま関係ないやんどんだけ雨降ってもそれこそ木造の古い家でさその家崩れるとかその大雨で家崩れるとかそんなんやったらまああるあれかもしれんけどそのなるそれなりに目新しい家でさちゃんとしたその鉄筋の家でさ 部屋にいる限りはさいくら雨が降ろうがさいくら雷が鳴ろうがさ室内によったら関係ないからその自然災害大好きマンになれるんやけど地震っってて室内おっても関係あるやんかこれねあのー、微妙なところで例えば駅とかみたいな本当に特殊な建物あの本当に地震で潰れたらあかんようなと家とかやったらそういうのがちょっと緩かったりするとこもあるしその。 れれななないいいよようにははしてあるけけどその揺れないことはないわけよでも俺これ実際経験したことあんねんけどあの、ね、駅の構内とかってこれまあその駅の種類にもよるやろうしどこの駅かにもよるからちょっと一概には言えないんやけど俺が当時おった駅はその何て言うの駅の建物の中におったんよその時ね。で結構大きめのまあ大きめって言っても今回ほど大きくないねで震度3とか4とかそれぐらいやったよ でもこれでも結構何もない状況で震度3、4って結構でかい地震やんか。その余震とかで余震とかじゃないでも多分そのなんか関西のちょっと離れたところで大きな地震があったんやと思うその時な。で、まあ、震度3か4ぐらいの地震があってその時なあの駅の外におった人外っていうかまあ外近くの建物におった人ご飯食べてたかどうか知らんやけど俺の友達な。 その人がバーッと走ってきて俺のところに。んで地震大丈夫やったかさっきすごかったやろって言われて言われたんやけど全く揺れてないねその駅の中って駅の中っていうか俺のいたところ全く揺れてない、ね。俺が感覚がその <laughs> 俺のなんか鈍感すぎるわけではなくて鈍感すぎるぐらいのことで感じないようなもんじゃないやん地震って。しかも震度3とか4とかのレベルやったら。 そんなんななな感じいいわけないやんかでも少なくとも俺とそこにいた人間その俺の近くにいた人は誰しもが自信感じてないねまあちょっと揺れたかなって思った人は俺らしいんやけど敏感な人は。やけどそのぐらい全然その怖いとか自信が来たとかっていう感じ全くなくてその人が駆け込んできたことで「さっきすごかったやろ」って言われて初めて「えそんなんだったんやって初めてそこで 気づいいたぐらいなんやけど結構でかかっったらしいのそのそて、うん、でも駅とかって本当にそに揺れないように作ってあるんかな多分そういう被害とか影響が出ないように本当に作ってあるんやろうなっていうのを痛感したね、うん、揺れないんやから全くそのまあ、全く揺れないわけではないと思うけどその人間には感知できないレベルしか揺れないぐらいうんだったね うん、もう何の話だか全く分からへんけど、うん、まあ多分その明日また動画こういうラジオ動画撮ると思うけどうんどうなってるかなそのバレンタインの動画が多いのか まあバレンタインの動画はもうすでに上がってるから、ね、結構もうその13日とか12日ぐらいの段階でまあ週末ぐらいの段階でチョコの作り方ってまあこれからチョコ作るわけないわけやんかその当日に作ることないからまあ前日とか前々日とかまあちょうど金土日やなわけやからそのぐらいにまあ準備するわけやん手作りする人やったら買う人やったら別に当日でもええけど作るんやったらなかなかその当日にってわけにもいかないから ってなったら、そういうのを動画でさ、見てさ、あ、こういう作り方あんねんやって調べたりする人にとってはさ、何日か前の方がいいわけやんか。だから、その料理系の動画とか、そんなんはだいたい2、3日前に上がったりするから、結構そういう動画もうすでに見てるし、バレンタインネタの。うん、だから多分ね、 YouTube 界隈で言ったら、まあ、配信界隈もそうかもしれんけど、まあ、あれやな、地震ネタ多くなると思うよ。今日、特に。地震ネタプラスバレンタインネタみたいなのがあるかもしれんけどね。うん、爆発しろって言ったら自信来たみたいな。<laughs> リア充爆発しろって言ったら自信来たみたいなね。そういうなんか、痛い、痛いなんか童貞くんみたいなのが、動画撮るんかなとかそんなんのも思ったりとかね。<laughs> まあね、楽しみやけど。 まあそんな感じで、えっと、ダークネスローズでした。俺今日ね、例のごとくね、夕方ぐらいに寝てもうてね。で、まあ枠やったのがちょうど11時なんやけど、それぐらいの時間までずっと寝ててさ、寝られへんのよ。<laughs> だからこんな時間までね、やってるんやけど。はい。まあそんな感じで、ダークネスローズでした。バーイ。